よし、じゃあこれは全部チェックつけていきましょう。まあ、全部更新でいいよね。 OK。 はい、皆さんこんばんは、ミカミックスです。ペナントレースですね、ファイターズとの、第2回戦目になりまして、まだ4月の18 進みはめっちゃ遅いんですけど、なかなかね、やる機会がないのと、ちょっと思ったのが、ペナントだったらなんていうの、ライブ配信にして、まあ、そのまま垂れ流してもいいんじゃないかとちょっと思ってます。結局収録すると、まあ、ほとんど編集することはないんですけれども、こう音声くっつけて書き出しして読み込ませてっていうね、どうしても時間が取られちゃうので、まあ、ペナントに関してはもうできる日にもういきなりポンとライブやって、でもそのままサムネだけ変えて終わりっていう方が早いんじゃないかなと。でペナントを1試合多分40分くらいなんで、40分くらいだったらまあ1日どっかね、時間取ってっていうか夜なんですけど、まあ、それでやってった方が進みが早いかなと、思ってます。まあ、今考えてるところなんですけど、玉三郎くんと国重くんがノリノリですね。まあ、これは出しておきましょう。で清光くんが先発で、スタミナはマックス、調子いいのは、まあ、T 田中だけどスタミナがないんで、まあ、清光くんにお任せしますか。じゃあ今日はこれでいきます。ブルースタジアムです。高校チーム対北海道日本。そうか、ブルースタジアムだからこっちがホームか。高校チームの先発はルーキーの清。対するルーキーの清、マウンドに上がります。今日、ぶった切りとシュート。ぶった切りがな、意外に打たれるんだよな。西川、やる気がなさすぎる。足がめっちゃ速いんだっけ、もうなんか久々だから。ファイターズの選手能力忘れちゃったな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番松本。初球とローボールヒッター投げました。ミートとパワーはそんなにないね。第2球投げました。2球よし、 OK。 これで追い込みました。まあ、スタミナ C あるとはいえ、あんまり球数は投げさせたくないんだよな。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者近藤。ぶった切りとか多分オリジナル変化球だから結構スタミナ持ってかれそうだし、しっかり見てくるね。おお、マジか、今の行ってこなかった。大丈夫だ、取れる。木野くん OK。 なんだかんだで三者凡退。まずは初回をきっちり3人で仕留めました。高校チーム立ち上がりを無得点に抑えています。右の浦野、今シーズン初のマウンドに上がりました。初登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。打ち崩してやる。回の裏、高校チーム攻撃。球種は3種類。ああ、な、普通の選手だ。普通の選手っていうのもな、なんかめっちゃ失礼な気はするけど、145コントロール D、スタミナ C。で球種は3種類。421。こう一般的な先発の能力っていう感じがする。ただ勝ちを持ってるね。横ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。当たりはなんかな、悪くなかったと思うんだけど、玉三郎とかこれ狙えんのかな。ノリノリだけど投げました。低め、ノリノリだから一発狙ってこう。玉三郎にもねホームランちょっと打たせてあげたい。決まったストライク。第3球はこれで長打が出ればそれでよしだし。インハイ際どい、カットボールか。ほら打ちました。ノリノリ走るぜ。どうだ、ヒット。いいね。さすがに三塁打にはならない。玉三郎ツーベース。高校チーム先制のチャンスを迎えます。西野くん、右バッターボックスは3番西野。これはつなげていこう。打ちました。待って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 、無理か。なぜか体勢を崩しているけど、タヌキどうする。やっぱ一発に当てこう。 OK。 初球を打ちました。行ったか、どうだ。行かない、行かないか。これで3アウト。マジか。先ほどのプレーです。捉えたと思ったんだけど、ブルースタジアムね、でかいんですよね、やっぱり。得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。中田もちょっと怖いといえば怖い。ミートが小さいから大丈夫だとは思うんだけど、失投とかしたらちょっと危ないよね。ランナーはありません。右のバッターボックスは5番レアード。レアード投
パワーはあるけどミートが小さいから引っ掛けちゃうね。太田もそれなりのパワーはなんかみんな初球持ちだな。ボールはライナーで宇宙間へのヒット。太田いいバッティングを見せました。まあまあまあこれを抑えればなんてことはない。ちょっと警戒して高めに投げた。ストライク膝元厳しい球でした。走っては来ないかな。打ちました。大丈夫か。ライト前進取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。2回の裏攻撃にもな攻撃に入ります。ノリノリだからなちょっと一発打ちました。ダメだセンターへ上がった。ちょっとねサクスペのサクセスマウンテンをねやってたからねバッターは6番昨日ロックオン2に慣れちゃってるんだよね。投げた。初球によくロックオン1とロックオン2は全然違うからね。投げました。サクスペだったらこれいったでしょうっていうのがねやっぱり捉えきれてないから。投げました。打った。ショートバウンド。ここは守備に阻まれました。あとさ木のバットとか関係あるのかな。高校野球って金属バットじゃないですか。でプロ野球って木のバットじゃないですか。だから多分木のバットの方が飛ばないんだよね。だそれで同じパワー A とかでも飛距離が違うとかそういうのあんのかな。そんなに細かく設定されてないか。第一高校生でもねウドとかは木のバット使ってるしね。ハルッチとかもでもハルッチはね木のバット使ってた時落合コーチに金属バットに戻せって言われてたからね。パワーがないから。バッターは9番中島。第9何やばい足が速い。なんてことはない。これでツーアウト。ランナー揺さぶりをかけてきたけど打順をトップに返って西川第1打席はファールフライに倒れています。内角高め見送ってストライク。9番と1番こう足の速いのが続くんだね。サンフランシスコ取った。まあうちの二遊間はね鉄壁の守備だからシャット3人で抑えています。3回の表が終わって0対0両チーム。3回の裏さてユッキーがとりあえず1球入魂。ユキ投げた高め直球は外れた。ファーストストライクを取られるまでは強気でいこう。打ちました。ライト線落ちないか。取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは9番牧谷君はねちょっとチャンスの選手だから通常状態だと GG 完全に外れた。最悪フォアボールで塁に出るっていうのもありだけど、しかしそこは俺のバッティング技術で絶対走れないからね。ここはワンダーかどうしようかな。ちょっと送ろうかなとも考えたけどワンダーだからね。塁に出てもらえれば長打が出れば。うお際どい。玉三郎は狙っていこう。もうツーアウトだし。ほい初球を打ちました。切れろ切れろ切れろ。OK。1球目ファールからカットボールはボール投げました。スラームかバッター追い込まれました。次は4球目ボール。フォークは見送るとして第5球投げました低めフォークは外れてボールランナースタート。おおフォアボールフルカウントから選びました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは西野。ここは繋いでいきたい。打席はセンター初球変えれるか脇屋くん。走れよし先制点。いいねさっきのフォアボールが良かったね。先制の場面映像でご覧いただきましょう。さてここで一発追加点。1球目ストライクから第2球危ない球。第3球はそれなりに投げてるからだいぶスタミナが減ってんね。第4球を投げました。ちょっと制球が乱れてるか。制球を送ります。タッチセーフ。さあ5球目おお。そしてノリ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 のパワーを見せてやる。投げました。フォークは見送ってチャンス B も発動してるからな。
もうとにかくストレート1本に狙いを絞る。第3球を投げました。うん、スラブ。バッター追い込まれました。追い込まれてはいるが、第4球をストレートはボール、アウトコース高め。第5球投げた。おお、危ない球。押し出しになるんじゃないか。第6球をランナー、あ、これはおお、これもフォアボール。ギリギリ入ってくるかと思ったけど、全然制球が定まってないね、こいつ。一気にチャンス潰したな。まあいいや、1点入ったから。まあ1点っていうか、その押し出してね。まあこっちの器用はスタミナ結構残ってるからね。テンポがいいよね、テンポが。少し迷ったか。第4球をまたぶった切りを投げてないから、投げた、打った、これはサンタ、あー無理か、飛びついてくれたかったな今。松本、いい、飛びつけば取れたんじゃないかっていう。バッターは指名打者近藤、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、よしいね。第3球を投げました。オッケー、空振り三振、器用、見事なピッチングです。バッターは4番中田、最初のバッター、中田はちょっと倒れています。投げました。お、いいね、あれを振ってくれたか。ファースト落下点、掴みました。これで2アウト。最初にぶった切りを見せとこう。投げました。よし、変化球に空振り。第2球投げました。直球ストライク。あとは基本的には外角高め、ストレートで攻めて、アウトコース高め、シュートは外れてボール。投げました。ゲー打たれた。入れば同点だ。打球はそのまま伸びて入った入った。レアード5号結構打ってんな。先ほどの同点の場面です。第9、まあまだ同点に追いつかれただけだからね。2球目空振り。第3球はこいつを仕留めればなんてことはない。取りました。これで3アウト。4回の表が終わって2対2、木をとうとう打たれてしまいました。4回の裏、下位打線からか。この回の先頭バッターはちょっとここはミートを開いてつなげていこう。サンタもね、足 C あるからね、ルイに出てもらえれば。第3球はそしてこいつはマジで制球が定まらないからな、裏の選手。投げた、頭越えろ、無理か、ちょっと打球が弱いね。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番ユキ、第1打席はライトフライに倒れています。ユッキーはちょっと足が遅い。 D、 もう第2球投げた。それなりに走ってもらおうとするとやっぱ C は欲しいよね。投げました、打ちました、よし、ヒット。え、2塁まではちょっと怖い。ユキ、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。ノーアウトだったらな、送ったんだけどな。9番、これが2度目のバッターボックス。第9投げました、よし、これは、あーでも正面、おーいいね。レフトからセカンドへ、いいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。今日バッティングで貢献してくれてんね。今日はセカンドライナーと脇屋くん。第9、初球外れても、そしてチャンス A のワンダ。第9投げました、外れた、ボール、投げました。マジでこいつ今日何個ボール投げてんだ。打っててます。うーん、待って、これは落ちたか。二塁間に合う、間に合わない。高校チーム、なおもチャンスが続いています。玉三郎くんはもうちょっとチャンスだけど、ゲ、打ちました。初球打ち、セカンド右横のフライになりました。おお、スリーアウト、チェンジ。なんか割と体勢崩すね。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー5回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。横、さっきこの回のトップ体勢を崩した。第1打席はライトフライに倒れています。ぶった切るか、投げた、変化球空振り。第3球を三振男なんだ。投げた、ミート小さいしね、パワーそれなりにあるじゃん。投げた、おお、際どい、外したつもりだったけど、うまく入ってくれた。初球見送ってストライク、初球ストライクから第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げました、打ちました、ファール。うーん、もう一球ちょっと外そう、低めに投げました。おお、入った。見逃し三振、マジか。第9、ラッキーはラッキーだな。投げました、取れるか。おお、怖い。第2球
投げました。よし、いいね。ちょっとぶった切りを外そう、一回外に打ちました。西野ボールを取る。ボールはファーストへ。よスリーアウトチェンジ。木を下位打線を三者凡退、0点に抑えています。5回の表が終わって、さてこっからだ。現在同点です。高校チーム、この回まずは西野くんが塁に出る。西野投げた。初球ダメだ。中島ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。ソロホームランでいいや。DH のダン、今日はライトフライとフォアボール。スラウダーボール。まずはインコース高め。やはり調子が投げた。見送ってストライク。悪いからな。ちょっとミートは小さくなってる。投げた。決まった。ストライク。第4球を投げた。おお、これは痛い。ゲッ、デッドボールが痛めたようで現在治療を受今ベンチから出てきました。大丈夫なようです。左バッターボックスには9人。この恨み。フォアボール第9。俺が話す。初球出てた。無理か。センターへの打球。ランナー一塁に戻ります。掴みました。当たりはなあ、悪くなかったんだけどな。ランナー一塁変わりません。第9。アウトロー。外れてボール。ブラノとかもうスタミナがないね。危ない球。5回で降板かな。第3球を投げました。失投したし。それを捉えられなかった。第4球は絶対痛烈な当たり。音はいいんだけどな。正面だね。一塁ランナーダン残塁に終わりました。5回の裏が終わりまして2対2同点です。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッター西川。今日は結構投げられそうだね。このまま行けばだけど、打たれると一気にスタミナ減るからな。投げました。打った。アルボー。第3球をこれをちょっと入るか入らないかくらいの。おお、いいね。ピッチング内容としてはマジで悪くない。ぜひ勝たせてあげたいんだけどな。これはどうだ。ユキ掴んだ。ボールはファーストへ。オッケー、いいね。これでツーアウト。ちょっと内野安打が怖かったけど。バッターは指名打者近藤。今日はライトフライと三振。投げました。初球シュートは空振り。投球これから2球目。広く使おう。広くボール。インハイへ。第3球を打った切るか。ここで投げた。インロー決まった。入んなかった。投げた。打った。よし、これは大丈夫でしょう。取ってこれで3アウトチェンジ。高校チーム後半戦幸先の良いスタートを切りました。またサンタちゃんからか。2対2ってことは打ててないってことだよね。3人ずつ回ってるってことだから、ゲーリッキーに変わった。これ一発狙っていくよ。第9。そのための代打でしょう。初球ダメだ。センター前進。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。スタミナヘロヘロのはずなのに。高校チーム続けざまに代打を起用してきます。第9。これどうしろというの。初球から打ってった。ライト守備をさあ変えてまで代打を出す場面か、これ。進藤監督、うちの二遊間を下げたってことでしょう。どうすんだよこの先。6回だからね。8回とかだったらさ、なんとなく分かるんだけど、ちょっと早すぎやしませんか。打球はセンターへ。センター前ヒット。ナイスバッティングです。これ起用はまだ投げてもらいたいんだけどな。裏交番。今日はここ頑張ってほしいよ。てかワンダ全然打ってねえな。投げた。初球空振り。キレのある変化球。第2球投げました。外を際どい。ボール。第3球スラーブで攻めてくるな。スラーブ外れてボール。投球これから4球目。打った。どうだ、これはもう走るよ。よしよしよし。いや別に弾いたとしてもエラーとかではないよね。今日初めてのヒットになりました。普通に取れないっしょ。バッターは2番タマサブロー。まあノリノリだけど、ちょっと今回はミートを開いていこう。投球これから2球目。ああしまった。打ちました。ちょっと悩んだ。結局入ってたからね。1球外してボール。第4球を投げました。これはおお怖い。次は5球目。内角低めボール。さてちょっと狙っていくか。ここは第6球をランナー自動的にスタート。フォアボール。際どい球選んでフォアボール。これで塁が埋まりました。おじさん、まあ、ここは確かに代打を出していい場面だね。狙っていこう。第9投げました。これちょっとパワーヒッターがあるからね。パワーはそんなにないけど、投球これから2球目。 D でまあ調子が普通であれば持ってけはするんだけど、するんだけどちょっとストライクが先行している。
投球これから4球目。おお怖い。スラーブが本当に嫌だな。次が5球目。これ入れてくるか。打ちました。センター方向へ持っていきましたが、チャンスを生かしきれないね。スリーアウト。リプレイをご覧ください。てかうちの守備陣どうなるんだ。ブルースタジアムからお送りしております。高校チーム対北海道日本ハムファイターズ、中盤まで終了しました。さあここは守備を変えてくるようです。玉三郎がショート、クーニッシクーニッセカード大丈夫か。第9、ここはちょっともう打たせて取るっていうのが怖いぞ。タイミング合いません。投げた、打ちました。おっさんが持っていきましたが取りました。レフトか。ワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番レア、今日3打席目。サブポジがね、けっぶった切り、持ってかれた。マジか。見送った、ホームラン。第6号ソロホームラン。2打席連発。げ連発、初球を持っていかれました。レアードやるな。今チームメイトが迎えます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ぶった切りはね、意外に持ってかれるんだよね。バッターは6番太田、これが3番バッター。まあただこの後しっかりと打ちました。初球打ち、セカンド左横のゴロ。大丈夫か。アウト。これで2アウト。クニの動きがちょっと気になる。本当にバッターは7番横尾、今日はライトフライと三振。見送ってストライク。後続をしっかり抑えてくれればまだスタミナもあるしね。第3球を投げた。よし、 OK。 ワンボール2ストライク。ぶった切ろう。追い込んでいます。じゃあ入るか入らないかくらいのところで、外角低め、変化球は外れてボール。でもう一回低めの投げました。ゴー、さらに伸びていく。レフト見上げた。げ1号だし、横ようやく今シーズン第1号ソロ。1号を献上してしまった。今のはちょっと完全に捉えられたね。先ほどのプレーです。バッターは8番清水、今日はファールフライと三振。打率が超悪いんだけど、1割切ってるし。第2球、こんなやつに打たれてたまるか。こんなやつとか呼んでるけどさ、プロ野球選手だからね。ひでえ話だよな。投げました。シュートはボール高め。ここはちょっとぶった切りを対応していこう。投げました、打ちました。どう玉三郎、玉三郎丁寧に。よし、アウト。スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって4対2、高校チーム2点をリードされています。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏、さてまずは1点回想の攻撃に入ります。先頭バッターは DH の、はい、初球を打ちました。ダメだ、左横のフライになりました。狸の打率がどんどん落っこっていくな。なんで横って毎回毎回さ、こう体勢崩すの。バッターは5番クニ。第9投げました。初球はノリ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 って活躍できないと。第2球投げた。よし、いった。調子を悪くしちゃうんだよね逆に。まず1点。9号おっさん怖えんだけど。本当このチーム怖えやつらばっかだな。チームメイトが迎えます。まず1点。さあリプレイです。いいね。バッターは6番木野、これが4度目のバッターボックス。第9投げた、決まった。スラーブはな、打ちづらいよな。ただもうスタミナがだいぶなくなってる。よし、ダメか。取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスにはリッキーもいける。一発狙っていく。投げた、外角低め、見送ってストライク。基礎能力が高いからな、得能はないけど。2球目ストライク。投球はこれから3球目。これはちょっと、そうだよね、伸びがないよね。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして4対3、高校チームあと1点を追いかけます。高校チームピッチャーを交代します。木を降板、ルーキーの遠藤、今シーズン初のマウンドに上がりました。今日は楽しいピッチングを見せてくれるのか。ちょっと待って、やる気がなさすぎるんだけど。絶不調のやつは出したくないんだよ。初球空振り。スタミナが F か。投げました、内角低め見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。ニコの葵ちゃんか。もう第4球を投げました。ドロップはもう
さあ5球目。ちょっとゼフチョウは怖いんだよ本当に。さあ6球目。打ちました。ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります。セカンドまでは走られない。バッティングです。ではいいよ、行け、頼む。フライになった。オッケーオッケーオッケー、ナイス。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。もうスタミナがなくなったんだけど、早すぎやしないか。え、こいつもともと投げてた、スタミナなかったっけ。ちょっと待って、もう全然わかんない。これはちょっと今低めに投げちゃった、全然警戒してなかった。こういう時にこそ警戒すべきだった。スタミナに気を取られた。ちょ待って、本当に何なの。いや無理で、もう変化球とか投げらんねえよ。ちょっと進藤監督マジでなんで。いや別に遠藤が悪いってわけじゃないけどさ、調子も見てよ、ちょっと監督なんだからさ。あ無理だ、今の抜けるか、今の抜けるか、まあ、しょうがない。これはフェアか。今日2打席連続でホームランを放っているレアード高校チーム、ここで点が加えられるようなことがあると非常に掴んで、これで3アウト。いやなんとかなんとか2点に抑えたけどさ。これが2度目のバッターボックス。第9投げた、初球から打ってた。ここは丁寧に行こう。これはヒットになります。この回はナイスバッティングです。バッターは9。今日は3アウト。今日めっちゃ打ってんな。打ちました。そういう日もあるよね。よし、走ったよ今。いいバッティングを見せました。ロック。なんと4打数4安打。第9投げた。よし、こっからマシンガン打線。走れ。いいね、長打。まず1点。まだノーアウト。こっからよ。うちのチームはね、なんか知んないけど8回とか9回からね、急に打線が爆発するから。毎回毎回。宮西降板、右の白村厳しい場面での登板です。大変だねこういうところでのリリーフなんて。そして玉三郎は今日乗っている。今日打ててない分ここでぶちかます。 V スライダー下だけか。第3球を投げた。ちっとどうだ、玉三郎見事見事失投を捉えたよ。やっぱこっからなんだよ野球はね、分からない、最後まで分からない。逆に言うとまだ油断はできないからね。よし玉三郎1号出たよ。全てを、最初の不調を全て帳消しにしたな。悲しい。いやでも失投はもう失投のせいだからね。おじさんもこのまま続く。この流れは止められない。投球これから2球目。どうだ、強い当たり、伸びた、伸びていくか、行かないか、行かない。待って、行け、走ってる。よし、2塁だ。ツーベースヒット。まだノーアウト。リプレイをご覧ください。バッターは DH。そしてタヌキ。タヌキなんだかんだでもあれか、初球打った。ダメだ。ちょっと待って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 、飛び出ちゃってるよ。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。クニーもちょっともう一本打ってもらおう。第9投げました。もう第2球投げました。あ、しまった。打った。清水落下点に入った。ファールグラウンド。ボールを掴みました。審判あんな近くまで寄るの。これ狙えるキモ君今日打ってねえな。インコース高めストライク。第2球投げました。打った。これは無理か。取ってこれで3アウトチェンジ。よし逆転。8回終了しまして7対6、高校チーム1点リードに変わっています。さあここは最終回、この回のトップバッターは中後ろ君。まだ投げるか。ちょっと待って、いきなりヒット。このスライダー7はねマジで使えるとか。今の取れないの。うちの守備陣の薄さが。第9投
さっき走られてるからな、誰か知んないけど、少し警戒していかないと。第3球を投げた、ストレート。第4球を投げた、ストレートはもう次が5球目。揺さぶりをかけてきた。取れるか、無理か。あれ、スリーバント。そういやそうだったな。何を思ったんだ、監督の指示か、それともサインミスかな。サインミスって罰金取られるんだよね、なんか知んないけど。あ、これゲッツー、クニ、タムサブロ、いいねー。いやー最後良かったよ、ほんと今日タムサブロのノリノリ。途中のリリーフ陣はちょっと分かんなかったけど、いやそうだよね、決勝スリーラン、お送りしてまいりましたノリノリの玉三郎だからね。高校チーム僅差で勝利しています。対戦投手は白村、高校チーム今日はなんとか逃げ切ることができました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でブルースタジアムよりお伝えいたしました。これは普通のタイムリーヒットか。あ、打たれたやつだね。レアードに2回打たれてんだよな。これ玉三郎ね、最初の方ちょっと全然打てなかったけど、ぶった切りを持ってかったやつか、レアードに。これねここら辺結構打たれちゃったよね。なんで出てきたのかっていうとちょっとかわいそうだけどさ、なんで本当なんでこいつ出したのっていう。ロック良かったよね、このツーベース。玉三郎の逆転スリーラン。よーし、からしょう。まあ、確かにちょっと途中からもう負けるかなって思ってたけど、本当野球はわからない。中後ろくんが1勝してますね。スライダー何気に使えるからね、やっぱり。国が9号。で玉三郎に1号が出てますね。ノリノリだったからな。6対7、1点差勝利。150人、玉三郎ファンとか今日の試合でいなかったのかな。まだでもあれか、2位か、 0.5 ゲーム差。というところで、無事ねまあなんとか勝つことが、できましたので、次回3回戦目ですね、やっていきたいと思います。まあ、もしかしたらちょっと、ライブにして進めていくかもしれないです。ちょっとこれは時間とのちょっと兼ね合いがあるんで、今検討中です。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。